旧正教育機関、旧制高等教育機関、旧制専門学校、旧制実業専門学校、高等商業学校、高等商業学校は、第二次世界大戦後に学生改革が行われるまで存在した、日本の旧制専門学校のうち、商業、商学に関する高等教育機関の総称、及びその講師である、東京高等商業学校の設置当初の公明、 いずれも略して、交渉とも呼ばれる。旧彦根交渉行動、現存する、高等商業学校時代の建造物の一つ。旧長崎交渉研究館、同乗。神戸高等商業学校高等商業学校の、主要年限は、先発の東京高等商業学校、神戸高等商業学校の2校のみが、例外的に4年生を取り、 その後設立された、管理交渉と私立大阪交渉以降の講師率の、交渉は、すべて3年制であった。東京交渉は、この3年生本科に加え、これに接続する2年生の選考部を設置、神戸交渉を卒業生も受け入れた。このため、予科1年、本科3年、先攻部2年の、計6年が、旧成高校3年、帝国大学3年の、 計6年に匹敵するとみなされ、先行部卒業生にはすでに学士の称号が授与されていた。さらに1917年には大阪高渉卒業生の受け入れも開始した。1909年には文部省がこの高渉専攻部を東京帝国大学に事実上吸収する意向を示したが、これに対し東京高渉の在学生は講義の相対学を決議し、 神戸側もこうする態度を見せた。このため文部省は渋沢栄一の仲介もあって先行部廃止を断念せざるを得なくなった。東京、神戸両校省が学生上他の官立校省よりも一段高い存在だったことは後にこの両校が旧正正代に昇格する最大の根拠となった。同じく正代昇格を狙う大阪校省も1920年。 本家の上に一年生の研究家を置いて、定裁を整えた。大正9年当時の交渉体系比較図タイプライティング教室台北高等商業学校明治期には、東京、神戸に続く管理図交渉として、山口交渉、長崎交渉、小樽交渉が設立された。1903年に専門学校令が交付され、これ以降交渉は、 専門学校令による専門学校となった。対象前期まではビジネスエリートを養成する商業専門教育はほぼ管理つ学校のみによって担われており、そのため地方の財界は政府から莫大な設立費用を負担させられたにもかかわらず、競って管理つ交渉を地元に誘致した。第一次世界大戦以降の後継期を受け、 高等教育機関の拡充政策が進められることになった。1918年、原高市内閣の下で高等小学校創設及び拡張計画が4,450万円の莫大な追加予算を伴って帝国議会に提出され可決された。その計画では、対象8年から6年計画で、関立高等学校10校、関立高等工業学校6校、 官立高等農業学校4校、官立高等商業学校7校、外国語学校1校、薬学専門学校1校の新設、帝国大学4学部の設置、以下大学5校の昇格、昇華大学1校の昇格であり、その後この計画はほぼ実現された。その結果、1920年から1929年に、東京高校商は東京昇華大学へ、 続いて、大阪交渉、神戸交渉は、大阪商科大学及び、神戸商業大学へと、大学令による大学に昇格し、管理図交渉も1920年から1924年に、国内で発行が新設された。この結果、1920年代末までに、観光率の交渉、昇華大は、北海道、東北地方、中国地方、四国地方で、 関立交渉各一行、中部地方、九州地方で、関立交渉、各二行、近畿地方では、関立では、交渉二行、正代一行、公立では、交渉、正代各一行、関東地方では、関立では、交渉、正代各一行、公立交渉一行が出揃った。大倉交渉や松山交渉などの私立交渉の新設も次第に進んだ。一方で、 帝国大学においても1919 19年に東京帝大、京都帝大で経済学部が法学部から独立する形で設置された。この時期にはまたアジアをはじめとする海外市場への進出が拡大されたことを背景に貿易、移民業務など海外活動の実務化に対する社会的需要も高まった。1929年には山口、長崎、 横浜の3交渉において中国、南洋、南米貿易従事者要請のための特別過程、貿易別化が設置された。山口をはじめとするいくつかの交渉は、中国大陸などへの修学旅行を制度化していた。また、各地の商品を学外にも広く公開する、陳列室を設けたり、移植民問題についての展覧会を開催した交渉を回り、地域社会に対し貿易、 移民など、海外活動の意義を啓蒙する役割を担った。これらを基礎として、各交渉、省内では、調査課調査部などの設置が進み、各校における研究活動の拠点となっていった。日本の支配下にあったアジア地域でも台北交渉、台岸交渉、形状交渉、大連交渉が設立された。各管律交渉は、複数の外国人教師を抱え、A、 普通、独語は、もちろん、中国語やロシア語、スペイン語、ポルトガル語、マレー語など、旧制高等学校、帝国大学では、必ずしも重視されなかったマイナーな外国語の科目も設けられるなど、貿易実務家のための語学教育が重視された。軍部下では、戦時下のおける状況を鑑み、太平洋戦争末期の1943年に、閣議決定された。 教育に関する戦時非常措置方策に基づき、1944年4月、各交渉は戦時体制に組み込まれ、山口、小樽や高松など5校が経済専門学校として残されたほかは、軍事物資生産の担い手となるため、工業経営専門学校との平地、工業専門学校への転換を余儀なくされ、教授陣の入れ替えが行われた。同年10月、 三省大のうち管理図の二校も解消された。具体的には、管理図交渉のうち高岡、彦根、和歌山の三校は工業専門学校に転換、その他の交渉はすべて経済専門学校に解消され、東京商科大は東京産業大、神戸商業大は神戸経済大に解消された。この結果、私立の大阪商科大を例外として、 すべての官立商大交渉の公名から、省の文字が消えることとなった。一方、長崎、横浜、名古屋の3校のように、工業経営専門学校を併設するケースもあった。この場合、共戦自体はひとまず存続したものの、残った、交渉生が卒業するまでの受け入れ先と位置づけられ、これらの生徒の卒業後の廃止が予定されていた。東京商大では、 付属工業経営専門部を設置、解消を免れた大阪商大も、付属の高等商業部を大阪工業経営専門学校に転換した。戦後1946年から1947年にかけて大阪工業経営専門学校は大阪商大高等商業部に再転換、その他の工業経営専門学校も廃止され、各教船に統合。 東京商大の場合も廃止され統合された。また、各交渉、商大で設置されていた調査部などの研究施設は、1930年代の東亜新秩序、大東亜共栄圏建設の機運の高まりに伴い、東亜など類似の名称を冠したものに改称、改変された。例えば、山口交渉の東亜経済研究所、彦根交渉の東亜会館、 横浜交渉の太平洋貿易研究所、東京商大の東亜経済研究所、長崎交渉の大東亜経済研究所、神戸商大の大東亜研究所などがそうである。これらの研究所は第二次世界大戦終結に伴い GHQ の指令により解消を余儀なくされた。なお、官立共戦の中で戦災によって校舎の大半を消失したのは 高松共戦のみである。戦後の日本では、連合国軍最高司令官総司令部占領下で、学生改革が行われ、新生大学が発足した。この時、GHQ は、教員要請を米国に習って、大学で行うよう指導し、全国の市販学校の新生大学昇格が実現した。戦前、市販学校よりも格上の学校とされていた全国の、 管理専門学校も当然新生大学への移行を準備するが、各校が希望していた単独での大学昇格は、文部省の一県一大学方針により頓挫する。結局、大都市と北海道とを例外として、同一県内にあった市販学校など他の教育機関と合併して、新生国立大学を形成することを余儀なくされた。また、 帝国大学のうち理科系のみの大学と近隣の、将大、共戦との合併案もあった。この案が実現した例が、名古屋定大と名古屋経済専門学校の名古屋大学である。理科系のみの大阪定大と、社会科学系の神戸経済大学の場合は、阪神大学として、対等合併を主張する神経王側と、九州合併を画策する。 反対側との間で意見がまとまらず、実現しなかった。その後神戸経済大学の後ろ身である、神戸大学は、高専、医科大学、農科大学など、県下の小学校を吸収し理家系を充実させ、一方の大阪大学も、自前で、法系学部を設立し後の法学部、経済学部となった。一橋大学、金松高堂、 金松記念会から寄付された旧正東京商科大学以来の建造物、神戸大学、金松記念館。金松記念会から寄付された旧正神戸商業大学以来の建造物、新生大学以降後も多くの国立大学では、全進行以来のキャンパスを引き継いだため、いわゆるタコ足大学と呼ばれる状態が続いた。これを解消するため高度経済成長の中、 積極的にキャンパスの統合移転が行われた。このため、旧校省の更新校では、多くの場合旧成時代以来のコーチ、建造物が失われる結果となった。現在も旧成時代のコーチで、更新校の学生が学んでいるのは、一橋大学、大阪市立大学、神戸大学の、いわゆる旧三省大のほか長崎大学、小樽商科大学、 滋賀大学、香川大学の4大学である。これらの中でも単独で、新生大学に移行した、一橋大及び、小樽昇科大、単独移行には失敗したものの教養から、専門までの4年間全てを多学部と交わらずに、彦根の単一学部だけで授業とクラブサークル活動を行う滋賀大経済学部などは、旧校賞の面影を色濃く伝えている。 交渉以来の建造物としては、旧、長崎交渉では、長崎大学付地キャンパスのくぬぎ川橋、倉庫、競林会館、旧、彦根交渉では、滋賀大学彦根キャンパスの坑道、漁水会館が現存する。また、一橋大、神戸大、大阪市大のキャンパスには移転後の、旧正正大時代の建物がいくつか現存し、各大学を象徴する建物となっている。 独立した高等商業学校だけでなく、私立専門学校の高等商業部、高等部唱歌を称する学校を含む、私立交渉に準じるものとして、私立旧制大学専門部の中に設置された高等、商業部、高等商業科がある。ありがとうございます。